綺麗な若奥様から国産物団熊本納入お礼はがきいただきました。誠にありがとうございます。 金箔や吹いても剥げない国産物壇、お仏壇の販売が天職な方後期でございます。2020年7月27日月曜日、今ちょうどですね、外雨降ってますね。5時51分朝動画でございます。今年雨が多いですね。もちぼち梅雨明け待ちどうしてございます。ところですね、気分晴れ晴れ、実はですね、熊本市北区王様からですね、こちらの 国産物さん、熊本の納入お礼の手書き、はがきいただきました。もう、まにありがとうございます。もう嬉しかったです。一番の元気をいただきました。じゃ早速読ませてもらいますね。はい。父の初盆がおかげさまで、7月15日、無事に終わり、立派なお仏壇で父も喜んでいることと思います。また、お寺の本堂を縮小したお仏壇ですねと、お坊さんから褒められました。 これも和島湿気仏壇店様のおかげです。長田社長さんもいつも笑顔で誠心誠意お仕事をされていて何でも相談できて安心しております。長田社長様、西村直子ちゃんとご縁がありましたこと。家族全員感謝しております。合唱。ありがとうございます。こちらこそですね。もうありがとうございます。あの実はですね、この西村直子さん、あの当店の あの、金箔が吹いてもはげない国産物団のテレビコマーシャルに出演していただいてい熊本で有名なですね、美人民謡歌手の方でいらっしゃいます。で、若奥様がですね、小学校の時の同級生でいらっしゃるんですよ。あの、西村直子さんも綺麗かばってですね、若奥様も綺麗な方なんですよねで。本当にもうありがとうございます。でですね、えー、当店にですね、ご主人様とお母様、実はですね、この度、お父様が他界されたとのことでですね、これよりお悔やみ申し上げます。 で、ご来店いただきですね、こちらの。で、あの、やっぱ、お仏つが1軒で大きいお仏つまでございました。で、今まで大きいお仏さんが座ってましたので、よかったらこちらいかがでしょうかということで、ご注文いただきですね、納入させていただきました。えー、まあ、こういう形ですね。大きなお仏つには大きなお仏さんが合うと思います。で、これは輪島漆器の技術を生かしたですね、国産の職人の手塗り仕上げでございますので、もう松代まで親子三代100年拝んでいただけます。で、本当にですね、も、ま、う、あ、ありがとうございます。でですね、 もうこういうですね、ありがたいもう手書きのハガキもこれが一番の元気の源でございます。もうこれを励みにですね、一生懸命頑張ります。あの熊本市北区三つ木町の王様、もうこれから一生のお付き合い一つよろしくお願い申し上げます。はい、まあところでですね、当店はですね、ありがたいことにですね、まあ、王様のハガキもそうですよ。これだけですね、お客様からですね、お喜びの声ハガキたくさんたくさん、これ直筆ですね、やらせは一切ございません。お客様からの このの買ってよかっててかたたたといいいうご満足のハガキたくさんいただいております。こちらがですね、よいこらしょ、これはお手紙ですね、こういったお手紙、封書あ、すいません、すいません、お手紙、封書もですね、たくさんいただいております、もうこれが私の宝でございます、もうこれをですね、励みにですね、一生懸命頑張っていきます、まあ私もそうですしですね、あの鹿児島の令和の名工、大坂4兄弟様、一生懸命頑張ってですね、素晴らしい、 日本の技術をですね、後に伝えたいと頑張ってらっしゃいますのでですね、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。で、改めてですね、熊本市北区三つ町の王様、心よりお礼を申し上げます。もう本当にですね、もう綺麗な手書き、はがき、ありがとうございました。手書き、本当に心よりお礼を申し上げます。はい、ではここまで、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運は天、お祈り申し上げます。